大賞を受賞させていただきました元柳幸音です。よろしくお願いいたします。この作品は大学の先生方やゼミで切磋琢磨した仲間との環境があったからこそできた作品だと思っております。関わってくれた皆様にとても感謝の気持ちでいっぱいです。この作品は朝の寝起きのような姿をイメージして作っております。朝の爽やかな空気感がこの作品を通して皆様に伝わっていただけたらいいなと思い制作してきました。この作品は抽象な部分と人体の部分の2つがあるのですが、そこの2つの質感の差が出るようにたくさん丁寧に磨いて肌の質感が表現できるように頑張ってきました。特にこの顔の部分であったり体の全体的な滑らかなラインだったり、この抽象的な部分の雲っぽいところをぜひ見ていただけたらなと思っております。私は福島大学の芸術表現コースの方で学んでおりまして、彫刻の方を専門的に学ばさせていただきました。この作品では先生の方から作品の一体感が出るようにということで肌の磨き方を教わったり、作品の全体の色味に関してなどご教授いただきました。私にとっては360度と体を動かしながら制作するのがとても彫刻の魅力だと思っていて、でこの作品を作った時も自分だけじゃなくて周りのみんなと見回して意見を交換しながら制作してきました。私は今地元の方で白川だるまの制作の方を行っております。仕事としては新社会人として入社したばかりなのでまだまだできることは少なく、絵付けの方を少しずつやらさせていただいております。もっといろんなことができるようこれからも仕事を頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございます。